ローテーテションすると引っかかるって感じている人はちょっと状態の土台のある部分が左向いているその可能性の方が高いですこの状態からトップから切り返して一気にこっちを向いてしまうんですねこっち向いて自分は左方向に力を出して正しいローテーションが起きたらそれは引っかかるわけですね引っかかるとしたらあとはさっき結構今日言ったんですけどこのロ テコの原理で言ったらここで左手を止めて左手がずっと低い位置にあってこういう動きですねこういうふうにかぶる動きになってくるとヘッドをかき出す動きになると閉じてる閉じてるんだけどなって言って左に行く人が多いです。